まこなこです。いよいよあと多分この感染者を超えてさらに先が終わりかと思いますが、まず感染者の群れやっていきましょう。これ大量に出てくるんだよね。しかも硬いのが変異感染者が出てくる、ベノムも出てくる、太った感染者などなど、これ今ポイント余ってますが、多分どこかで使うようなものはないので、次の内生系のために取っておきたいと思います。では行きましょうか。場合によっては難易度下げてやるかもしれません。もうね、最後目前なんで、最後のところは早くやりたいみたいなところがありますんで、ちょっと難易度下げる可能性もあります。だがこの難易度でいけるんであればそれは何よりといったところ。どこだ、こうか。まあ何がまあなのかよくわからないけど、もう柵とかはいらないと思うんだよね。柵を置いてもキリがないので、ならば違うワスプじゃない、どういくか。タイタン、多分上から来るのはここら辺で固まるんでしょう。タイタンで、そうなった時にまあここら辺で固まると考えてちょっと後ろめなんで、こっち側から来るのはここら辺で固まると思うので、まあここら辺で、右側からはここら辺かここら辺、ちょっとこちら側寄せて、下から上に来るのはまあここら辺がまず一つで、ここら辺で固まって、ここの分岐で多分分かれるので、もうちょっと引き寄せてこの辺りかで、右側はここら辺で固まってやってくる。まあここら辺にまた一つちょっと手厚く、これはここら辺でいいでしょう。でこちら側から来るんであればこの辺りかなとなるんだけど、まあ一つのところに2人ぐらい置いといて、あとはタナトスをそれぞれ後ろに配置。これくっつけてると多分だけれども毒を食らうと思うので、少し離さないといけないんでね。他あれか、ルシファーを1個ずつ前置くか。ポイント大丈夫かな、まだ大丈夫だね。この他は一つ変異者、これ使ってみたい。危ないところ走り抜けていく。あとはスナイパーでいいと思うんだけれども、スナイパー大量の方が案外いいかもね。これ今までの話何だったんだみたいなところありますけど細かい話がね。違うタイタンよ、そうじゃない。こんな感じでいきましょう。でスナイパーある程度まとめる。スナイパーは強いものを優先、他も強いもの優先の方がいいけど、まあとりあえずはこれでいきましょう。いや他も全部強いもの優先だな。あれ今敵右側からしか出てこないね。なんだろうこれ、だから寄せ付けずに倒せてはいる。なんだろうな、その都度来る敵変わるんじゃない、ひょっとしたら。今は弱いのが来て、次は強いのが来てみたいな感じで、次上来るね。少なくとも右側なんとかなった、上もこれなんとかなるでしょ。もうちょっと下げるか。なんとかスナイパー鍛えてもらいたいんでね。このルシファーのところに届いてないので、敵はそもそもね。できれば経験稼いでもらいたいな、スナイパーに。次右上、これも弱いのだな。この場所で敵がかなり列を作るような状況になってるんで、ちその点助かってる。これもここら辺で列できるんじゃない？まあこうやってあれだね、慎重に見ていけば案外なんてこともないのかもね、過去も含めて。次は右下。誰がダメージ受けてる？こっち側か。案外兵が足らないのかもしれない。もしかちょっと下げるか。ここは一直線なんでここでしょ。これも少しだけ下げておきましょう。あと2万。いや足りてないな少し、うん、そうなるとこれまあいざとなったらこれで助けに行く。こっちは暇だね。まあ当面まあここそうか3人いるのか。暇なんでちょっとこっち側行って両にらみ、うん、でここも3人いるんで問題ないでしょ。今してる人がいるぐらいだが、今は弱いゾンビなので簡単になってるけど、次多分ハービーとか毒吐くのとか出てくると思うんで、まあ、そこら辺でどうなるか。は左下、まあ、これもこう来るのかこう来るのかこう来るのかの問題だけど、こう来るねならばこっち側ちょっと寄せといて、今のところは問題ない。2万を切った。ああスナイパー鍛えてほしいな。スナイパーよ、ボケットしないで。次は左上、これなんだろうな、エリート感染者。まあだが今のところはなんていうことはない。これこっち側向けていきましょう。合流するね。面白いねこれ徐々にこの状況に応じてやっていく感じがなんか今まで以上に出てるような気がする。でそのエリート感染者をスナイパーがうまく仕留めてくれればいいんだけれども、次は何か来てるか。これエリート感染者だな。ここもちょっと下がった方がいいか。うんだがまだまだ余裕。今後どうなるかまた状況見ないと分かんないけど、ここ分かれちゃってるもんね。やっぱり寄せるか。あんまり寄せるとこの壁沿いで多分打てない可能性があると思ったんで、まあ、寄せなかったんだけど。次下は何？デブか。デブはスナイパーちょっと多め。うん、こっちが暇してるのは持ってきましょう。まっすぐ来るね。まあ、こういう時こそタイタンで殴り合う。あ、これあれだ。熱にやられる可能性あるから気をつけないと。これ熱耐性ないよね。ベノム耐性はある。だから倒せてるね。で左側から太ってるの来てるけれども、それも問題なく倒せてる。こっち側から大量に来ている。あれおびき寄せるか。まあ勝手に来るか。うん、いやこれ面白いわ。こういう方がいいな個人的には。これは面白い。こういう風に状況に応じて何かやるみたいなものは。これさらに来てるのはまた太ってるのが、まあ、同じ列に加わるでしょう。うんちょっとなんかルートずれような。これルートずれてるのよくないんじゃない？こっち側大丈夫？なんかなってる？攻撃を受けている。まあここか。まあでもなんとかなるでしょう。もっとスナイパー。あ左下ハーピーが来ている。ハーピー来ている。部隊向きましょう。あ、もうちょっと前。他怖い敵はあとは毒でね、ベノム。あれだな、これ下はあんま来ないな。で、ここもうちょっと前に爆風を放ってもらいたい。タナトスも毒だよね。あとは今もう9000、1万を切っている。見えないな、毒がいるかどうか。多分まだ毒は来てないはず。左上、左上寄られてるが、まあまあまあ違う、移動していいでしょ。次は左下から今やってきてるのが見えるけど、これなんだろう。ああ、これもハッピー。これよくないね、これよくないね。どういうルートで来る？これまっすぐ来るんであればよくないけど、まあまあ曲がってくれた。ちょっと援護援護援護。危なくなるまでは頑張る。半分ぐらいまでは耐えたい。もう一人ぐらい欲しかったかな。うん、頑張った頑張った。これ確か HP 回復するはずなので、まあ放っといてもいいでしょ。今回復してる。右が来てないから暇だね。もうちょっと寄せるか。毒はどうだろう。毒まだ来てないね。これベノム耐性、毒耐性があるので、あれ耐火もあるな。耐火もあってベノム耐性もある。でも耐火は 100% じゃないので、このルシファーから攻撃食らうとダメージを受ける。もらい火でダメージを食らってしまう。うん、今6000。あれ毒はどこだろうな。毒全然来ないんだけど、これでいいのかな。最後の方まとまってくる可能性があるから気をつけないと。その時はまたおとりで変異者行ってもらいます。これ左上毒？違うな、よく見えてないんだよね、細かくて。あ、これ来た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 、来てるぞ来てるぞ。これ毒耐性は確かないんで、こっちで行かないとダメか。まあでも数限定的なので、これでもう変異者1人いることによって戦い方がすごくいろいろとできるようになっている。うん、悪くないね。あ、どうだ、ちょっと見えてないけど、特に変異者抜けるようなところは今のところない。下また毒来てるね。これまた回復待って、なんと下の方に舞台向けたい。まさか一個一個操作することになろうとは思いもしなかった。右上はもうないのかな。変異者どこ行った？ここだ。よし行きましょう。あ、スナイパー押し出されてかわいそう。うん、十分盾役果たしてるね。通常のマップでもこんなことできれば面白いけどね。さすがにこんな狭い範囲を見るというパターンはないと思うんで。違う、こっち側。そっかそっか、でかいの出てくるんだ。でかいの出てくる。ちょっと気をつけないと。確か結構な人数出てくるはずなんでね。これ下がる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 。はい、1対1、1対1。何やってんのそれ、こっちこう入っちゃダメ。多少倒されるのはしょうがない。よし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 、頑張ってくれ頑張ってくれ頑張ってくれ。次は次は下から来ている。変異者、あれ変異者今出した？大丈夫？これ見えてないんだけど。タイタン出してしまったかのような気もする。あれ変異者別のところにいるんだけど、何やってんのこの人。タイタンがなんか前で頑張ったの今。また下来るね。だからそれによって今変異者の HP がある程度回復している。今1000切ったけれども相手を全部倒しきった。次はこれは何かな。うん、間もなく1000まで回復する。いや簡単簡単。うん、もう500を切って多分これ以上出てこないでしょ、強いのは。移動していきましょう。あー危ない危ない。これルシファー持っていくと事故りそうになるんで、ルシファーだけちょっと別のところに置いておきましょう。タイタン追撃、スナイパーも追撃。まもなくおしまいとなりそうです。いやー簡単だったな。最後の一つ手前でこれかって感じなんだけど、本当にいいのっていうね。一つ前のマップも簡単にクリアできたけど、ではいよいよ次回この運命の女神、これは今までと同じような感じで人口は3000、そしてミッションの期間130日。これ3時間コースじゃない？一旦失敗すると3時間やり直しになる。これはどういうことだろう。何かあるかな。特段これといったことは書いてないね。ではこれをまた次回やっていきます。次回ぜひともお楽しみください。ではでは。